ハイスタンダードの南波さんと一緒に行ったんですよ、フジロックですね。あんな辛い思いをしたことはあまりないぐらいのね。ここは宇宙の中の、地球の中の、日本の中の、東京の中のカフェオレーベル。今日も愉快な仲間たちが楽しい音楽を作っています。覗いてみましょう。お、ご機嫌、ご機嫌、ご機嫌の音楽だね。はい、カフェオグルーバーズの皆さんが演奏しております。あー、いいね、なあ、こういうの、まあ、さっきの話じゃないけどフェスで聞いたりとかさ、そうですよね、炎天下の下聞いて、いや、ね、いよいよ俺もビールデビューできたから、うん、そうですね、やっぱりフェスはあんまり真剣に聞くよりもですね、この飲みながら自分で楽しめるのがいいですよね。いや、もう本当にそうですね、いや、本当すっげえ久しぶりに行ってそういうフェスに参加して、イベント、本当に改めてそう思った、まあね、すごいいいなと思って、最前列とか行ってわーってやるのもいいですけど、もちろんそういうのもいいけど、後ろの方でね、あーなんかやってるわぐらいな感じで、そう、あーなんかご機嫌じゃんみたいな、ちょっと おかわりって、もうすっかりですね、すっかり、原さんもね、あの、フジロックは2回ほど行ってるはずなんですけど、原さんも、そうなの、あの、その、フジテレビの前でやった、お台場のやつと、ある意味伝説のフジロックだね、それ。あれでちょっとフェスの楽しみ方っていうのはちょっと分かった気しましたね。なるほどなるほど、まあ、なんか向こうの方でエルヴィス・コステラが歌ってるみたいだなみたいな、その贅沢な感じでした。なるほどなるほど、あえて前に見に行かないっていう。そうなんだ、その時も結構すっげー、じゃあ結構なメンツで来てたんですね。そうですね、コステラ歌ってるわみたいな。すげえ、聞いてみたいね、そういうのも。あと、2回目はね、それこそそのハイスタンダードの南波さんと一緒に行ったんですよ、その、原さんがね、そのテレビの撮影用に。あ、そっか、一緒に NST で番組やってた時のやつ。そうです、そうです。そこで結構ね、苗場だったんですけどね。あ、苗場のフジロックですね。あ、南波さんと行ったんですよ、そこでカメラ持って行ったんですけどね。あ、本当にじゃあ番組のロケみたいな。そうだ、番組のロケって感じで行ったんですよ、ね。面白い。それ YouTube に落ちてないですか。あれはどっかに素材はあると思うんですけど、YouTube に載ってるかな。面白い。結構なんかそう、いろいろ面白いことやってますよね、原さんもね。まあまあそうですけどね、あの時はね、原さん曰く、あんな辛い思いをしたことはあまりないぐらいのね。もう。原さん曰く、あれで、もうフジロックはいいやと思ってみたいですよ。まあね、ぶっちゃけ俺もフジロックはお客さんとしてこう行くのはもういいかなって。あれすっごい歩くじゃないですか。ちょっと思ってます、はい。それも雨降ってくるわ。足元ドロドロだらわの。そうなんですよ。もうそこで隣のステージまで1キロとか2キロとか歩く。隣のステージ行って、帰ってきたらもう、だいたい2公演終わってます。そうですよね、あの移動が大変、びっくりしますもん、じゃあおしっこ行きたいとか、ちょっとお腹すいたなんつったら、それこそ一つステージ飛ばさないともう帰ってこれないから、まあ雨の中ですね、もう疲れ果てて、うん、雨がっぱを着て雨に打たれながらベンフォールズを聴いている。ベンフォールズ聴いたんだ、わ、超ベンフォールズ、雨の中ね、あのね、すごく疲れ果てて聞いてました。ベンフォールズ、ベンフォールズ5じゃなくてベンフォールズ。あ、そうですね、めっちゃピアノ弾いてました。なるほど、俺もね、ベンフォールズ実は行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。あの渋、まだ当時渋谷公会堂でした。まだ CC レモンになる前の渋谷公園で、ベンフォールズ行ってきたけど、いや、よかったな、大好きなんですよ、ベンフォールズ。あ、そうなんですか。大好きです。なかなか染みましたよ。いや、でもね、嫌な意味で染みてきました。いろんなところから。お尻やら肩やらもう、いや、でもびしょびしょで、番組の一環でそういうのも大変だな。ちょっとあれはね、つらかったっぽいですよ。なるほど、そうなんだね。